軽音2期第21話卒業アルバム見ていきたいと思います。いやあとね、この21話を含めて4話で終わりなんだ、テレビ本編の方がね。でそれから番外編があって劇場版で続くんだけど、卒業アルバムってサブタイは結構きちいね。辛いもんがあるよ。で、前回の20話。泣いちゃった。泣くだろ。U&Y やっぱいいよな。めちゃくちゃいいわ。今回ちょっと怖いわ。なんだ卒業アルバムって。早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。やだよ、泣くんだよ、どうせ。絶対最終回までの間に泣くよな。怖いな。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。髪型変わるとだいぶ印象違うな。やべえな、でも。いやー、なんかやっぱ軽音が終わるっていうのがだいぶでかいよな。毎回いろんな作品が終わるたびに言ってんな。いやでも、きついんだ。きついもんはきついからさ。だって、このオープニング終わるんだぜ。寂しすぎるよ。俺これ高校生の時に見てたらやばかったろうな、本当に。俺なんでリアタイしなかったんだろうな。高校生か中学生かな。劇場版は高3だった気がする。本編開始。どうした？でもやっぱいろいろあるんだろうな。第21話卒業アルバム。やっぱ卒業っ
って意識するよな、多分。そっちね。わあ、こうやって見たらそっくりやな、やっぱ。うん、めちゃくちゃ似てる。あれがないよ。クリップ。ほう。ウイみたいになるんじゃねえか。わあ、てこ出しだ。あら、かわいい。犬って。軽音部はちょっと小走りなんだよ。やっぱ軽音部かな。いてほしいよな。おるね。そうじゃん。
すげえよ。ぽい。とこではないんだな。来年ってあと何ヶ月の話だ。やべえ、なんか今日早いな。今日っていうか今回早いな。体感すげえ早いわ。かわいい。ほう。と真顔できるんだ。照れてる。緊張してる。なんで？
なんか寂しそうじゃない？いやー、やばいぞ。やばいぞ。いや。いいんじゃない。あ、やばいかも。やっちまった。やばい。やばい。ああ。持ち上げろ。いいんじゃない。いいな、食べたい。みんなで。するしかないよな。軽音部よ、軽音部のモンブランだ。おやつ。おやつなんだよな。
いいんじゃない？ポワポワでいこう。よし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 。よし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 。出すんじゃねえ。いいな、同じところ行こうって。同じところや。いけるといいな。でもなんか、なんだったっけ、なんか前コメントもらった気する。なんか大学行っても放課後ティータイムが続いてるみたいなやつがあるんでしょう、確か。だった気がするんだけど、確か。うわぁ、でも、あ、同じとこ行ってほしい。でもなんかそう考えたらね、なんか友達と同じ大学がいいからっつうので、大学選んだ人いるかな？一緒にあそこ行こうぜって言ったの相当少ないような気すけどな。俺別になんか誰ともなんかあそこにしようなんかいう会話決めてないしな。バラバラだもんな。まあ、熊本の高校に通ってたから熊本の大学に行くやつは多かったけど、まあでもね、関西圏やら関東圏やらほんとバラバラのやつはおったしな。すげえな。でもみんなで行ってほしいな。
受験じゃ、もう受験じゃ、ひー、もう受験じゃ、はい。あ、でももうこれからこういう回っていうか、でももう残りが3話になったんだよ。早いんだよ。たまんねえよ。やべえって、おい。卒あるでしょ？だってもう、やって。そして受験じゃん。やだー。どうなるんだ。結構来るものがあるな。体感としてはマジで早かったわ。マジ、うわ、やべえ、軽音が終わる。だいぶきついな。軽音が終わるんだな。軽音終わるんだ。やだな。でもなんか、本当現実味を帯びてくるというか、なんかもう本当もうそろそろ終わりますよみたいな、ね、うわーきちい、マジか、どうなんだろうな、終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックもぜひ。ということで、軽音ミキ第21話卒業アルバムでした。ありがとうございました。